魔法戦争は鈴木久史による日本のライトノベル。イラストはルナーキアが担当。MF 文庫 J から2011年から2015年まで全12巻が刊行された。2014年1月時点で文庫、コミックスを合わせたシリーズ累計発行部数は60万部を突破している。2013年7月28日に MF 文庫 J 夏の学園祭2013にて、同レーベルの他4作品と共にテレビアニメ化が発表。本作は、その第一弾として、2014年1月から3月まで放送された。七瀬武氏は、過去に、とある事故を起こしてしまったが、それ以外はクラスでも気真面目な生徒と見られている、普通の高校生で、幼馴染の50頭くるみとは、 クルミの諸事情により偽の恋人関係を築いていた。だが、ある日タケは、部活の練習前に倒れている、アイバを発見する。その後ロを、保健室に連れて行ったタケはロの勘違いによりロの魔法を受け魔法使いになってしまう。そこからタケ自身と周りの人間の運命は大きく変化していく。物語は2015年から始まっており、 話中で2016年になっている。それに合わせて登場人物も進級している。学年は2016年現在のもの。作者によると、ウィザードブレス側の人物には、数字がトレーラー側の人物には、動物がそれぞれ名前に入るようになっている。スバル魔法学院魔法使いの集まり、合計して50以上ある。 魔法使いが所属するコミュニティを代表する7つのコミュニティ。国際魔法師協会の中で議決権を持つ。魔法使いが使用する6種類の魔法。さらに、この6つに属さない、得意魔法というものが存在する。MF 文庫 J から観光。全12巻。2013年5月号より、月刊コミック寺院にて連載。作画は、伊ぶき全六巻。 第10話で登場した TBS 放送センター。2014年1月より3月まで TBS、MBS、CBC、BSTBS にて放送された。主人公が過去に飛ばされたところで唐突に終わるという異例の最終回となり、視聴者からは困惑や非難の声が寄せられた。応援後に最終回を見た担当脚本家がツイートにてロ奪 その後ツイートを削除するなどの言動も混乱に拍車をかけることになった。日本国内日本国外 BD、DVDCD、魔法戦争もう一人の転校生は iOS 端末用に2014年3月27日から Android 端末用に2014年6月20日から配信されたスマートフォンゲーム。ジャンルは RPG。ありがとうございます。